実川縁一郎は日本の俳優、歌舞伎役者である。常用漢字表記、実川縁一郎。本名沢野伊松吉。旧芸名、市川福敏、市川博士蔵。サイレント映画の時代、小野松之助の助演者として知られ、フィルムが国の重要文化財に指定された刺激難航決別にも出演している俳優である。1875年7月21日。 京都府京都市下京区市場新町東入月、鉾町に生まれる。本名については、現代俳優名館では、沢野伊松吉、世界のキネマスターでは、沢野伊松吉としている。満六歳になる1881年、尾上民蔵の一座に入門、小役として、京都市場の北座において、都会屋の安徳君を演じて、初舞台を踏む。尋常小学校を卒業後、 東京に移り、九代目、市川團十郎の門下に入り、市川福瓶と名乗る。その後、市川博三像と改名し、四代目、実川縁三郎の辞定と定められる。実川縁一郎と改め、三36歳になる1911年、京都の横田商会に入社、小山として、同年に公開された、親淵ふ淵で、映画界にデビューする。 1912年9月10日、横田商会は、副報道、吉沢商店、エムパテー紹会との合併で日活になり、横田商会のホッケ道撮影所は、日活関西撮影所と解消し、実川は継続的に同撮影所に所属した。1915年3月に公開された、戸隠さんの記事で、実川は1シーンで2役を演じており、これが、 日本映画初のダブルロールであったとされる。1916年、日活を退社し、天然食活動写真に移籍し、東京の鳥越中央劇場を拠点に連鎖劇に出演した。1916年8月に連鎖劇が禁止になり、実川は舞台での実演を行う俳優となった。後に映画監督になる伊丹万作は、当時、中学校5年生であったが、 愛媛県松山市に巡業に来た、実川の芝居を見ているという。1920年1月、天根勝の本社機構と菅も撮影所は国際活営に買収されており、実川は同年、国勝が制作したサイレント映画、青い小僧に主演した記録がある。同年11月、実川は日活関西撮影所に復帰した。以降は、小野松之助、 一川姉像の共演者として活躍、小山の時代の終焉を迎えて男役に転校した。1923年に発行された現代俳優名館によれば、当時、大谷は京都市下京区安い北門にシールルに住み、身長は5尺5分、体重13巻202問目、妻、長男あり、常用タバコは、色島で、酒は嫌いであるという。 1926年6月、小野松之助が倒れ、同年9月11日に亡くなって、以降は脇役に回った。満6 2歳となった1937年10月14日に公開されたトーキー、ミトコーモン開国期に出演して、以降の出演記録が見られず、同年引退した。1940年4月10日、死去した。満6 4歳ボー 膨大な出演作のうちで現存するものは少ないが、現存する、ごく早い時期のオリジナルネガフィルムである、可能性が、極めて高く貴重なフィルムであるとして、フィルムが2010年6月29日付で、国の重要文化財の指定を受けた、刺激難航決別に出演していることが分かっている。刺激難航決別出演時、前46歳。奥左が実家は、手前右が、 尾上松之助。クレジットはすべて出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によってタイトルの異なるものは平気した。 すべて制作、配給は、横田商会、すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、日活関西撮影所、配給は、日活、すべてサイレント映画である。1925年、満50歳頃の写真。すべて制作は、日活京都撮影所。第一部、配給は、日活、すべてサイレント映画である。すべて制作は、 日活大将軍撮影所、配給は、日活、すべてサイレント映画である。砂海獣爆公開時のポスター。江戸三国史公開時のポスター、実川の名が確認できる。特筆以外はすべて制作は、日活渦正撮影所、配給は、日活、特筆以外はすべてサイレント映画である。特筆以外はすべて制作は、日活京都撮影所、配給は、 日活、特筆以外はすべてサイレント映画である。ありがとうございます。